皆様こんばんは。声が大きい衆議院議員の根本幸典でございます。今日はですね、寒い中400人、ね、さっき言ってましたね、400人の方にお集まりをいただきまして誠にありがとうございます。本当は今日安倍総理が来る予定だったんですが、安倍総理今日消費税が上がって初めてデパートに買い物に行くということで、三越で日本橋三越で買い物をしておりまして、今日こちらに来れないということで、くれぐれも皆さんによろしくということでございますんで、ぜひ、安倍総理も楽しみにしておりました。というよりも実は我々こういったですね、地方でやってる芝居を大事にしようという運動を自民党行ってるんですね。そういう意味ではこういった芝居が地域の活性化につながると信じておりますので、ぜひ安倍総理を先頭に我々も応援をしてまいりたいというふうに思います。今日は寒いんで、特にお子さん風邪ひかないようにお母さんグッとギュッと抱きしめてですね、楽しい時間を過ごしていただくことをお願い申し上げ、ご挨拶とさせていただきます。今日は本当にありがとうございます。